シメオン・ソロモンによる、シャドラク、メシャク、アベドネゴ・アザリアの祈りと3人の若者の参加は、ローマ・カトリック教会と、ギリシャ正教の聖書や、古代イギリシアの7十人約聖書においてダニエル書き、第3章23節の後に続く、長い一節である。イングランド国教会の39信仰課状では、第6課状に非標準として記載されている。プロテスタントの聖書からは、 天挙が疑わしいとされて省かれている。この節には、三人の若者が燃え盛る炉の中に、投げ込まれた時のアザリアの残悔の祈り、炉で彼らが出会った天使についての簡潔な記述、そして解放されたと悟った時に、彼らが神に感謝して歌った参加が含まれている。三人の若者の参加は、正教会の方針例では、草価などに入れられるカノンにおける第七箇所の、 イルモスの一部に取り入れられている。盛大土曜日にはその歌の全文が、ダニールの予言書3章1節からの部分と合わせ、図教と英体とによって交互に歌われる。聖公会の、聖公会祈祷書では、ベネディシテと呼ばれるカンティクムに見出すことができる。ルーテル教会の朝の礼拝における任意の歌でもある。ヘブライ語とアラム語のダニエル書にはこの祈りと参加の節は見出せず、 現存する、あらゆる古代のユダヤ人の著作でも言及されていない。しかしこの一説はいくつかの古代の、特にギリシア語、古代シリア語、ラテン語の文献に記載されている。これらの著作の起源は不明瞭である。この記述が、元はヘブライ語で書かれたか、ギリシア語で書かれたか、不確かであることには関係なく、多くの現代の学者は原文に従った根拠に基づき、 元となるセム5の番がおそらく存在したであろうと推論している。これらの文章が書かれた時期も不確かであるが多くの学者は紀元前二世紀か一世紀だという説を指示している。ありがとうございます。